1番人気は1番日本の誇り銀シャリボーン、2番人気アメリカ最強馬ハリウッドリムジン、イギリスのジラフも注目されています。全馬ゲートイン体制完了。スタートしました。世界最強決戦、まず飛び出したのは1番人気無敗の三冠馬、1番銀シャリボーイ松岡雅美、続いて3番直線番長油で固めたリーゼント、さらにフランス最強牝馬2番ピンクフェロモン女性ジョッキー、中央 E1 アメリカ4番ハリウッドリムジンロングボデーの2人乗り、2馬身離れて6番サバンナストライプはシマウマ、その後ろ5番バーニングビーフ、これは馬なのか、やや首が長いサラブレッドが7番ジラフ、キリンではない、大きく遅れて最後尾8番ハリボテーレジー、甘い接着剤の匂い。さあ混戦模様のジャパンワールドカップ各馬第3コーっと、ここでハリボテ壊れた、真っ二つ、大けやきを抜けて最終コーナーへと流れ込んでいきます。先頭依然銀シャリボーイ日本、内からピンクフェロモンも上がってきている。さあ最終コーナー、先頭は1番銀シャリボーイ、続く3番直線番長、内から2番のピンクフェロモン、外からは4番ハリウッドリムジン、その後ろ6番サバンナストライプの上では騎手3冠がポンプ体操、追いかけるジラフ、最後の直線先頭銀シャリボーイ松岡のムチが入った、そこにぶっ込んできたのが直線番長、えぐるような蛇行運転、内側バーニングビーフはすでにピンクフェロモンの支配下、外からは防弾ガラスのハリウッドリムジンが寄せてくる、残り200混戦大混戦です、分からなくなってきたこのレース、立ち上がったのは銀シャリボーイ松岡、寿司を送り出してきたと、外からハリウッドリムジンが伸びてきた、伸びる伸びる、ボディが伸びる、爆発的なストレッチ、ハリウッドリムジンストレッチ and ゴール、これがアメリカの競馬、これがハリウッド、ロッキーランボーギブメルソン、確定しました。1着4番ハリウッドリムジン、2着は1馬身差直線番長が入りました。シネマ競馬また会いましょう。 I'll be back.